大谷と中日のホームラン数比較、ついに記事になるわらわら。6月の本塁打数、大谷翔平が中日を圧倒、シーズンでも1本差に迫、ネット、阿寒大谷が、熾烈な争い、ネットでにわかに注目されているのは、打撃絶好調の大谷と、日本のプロ野球中日だ。6月はチーム26試合で、大谷は14発。中日は22試合で9本と試合数は違うものの、大谷一人で中日を圧倒している。また、シーズンでは、エンゼルスはここまで83試合を消化して、大谷は驚異の29本。中日は70試合で30本と、これも試合数は違うが、大谷が迫ってきた。ツイッターでは、阿寒大谷が中日のホームラン数に1本差で追いつきそうになってしまう。ア・リーグの選手よりも、中日との戦いになってきた。大谷のホームラン数も中日に追いつけきそうだな。中日ドラゴンズのチーム本塁打数が大谷選手一人に抜かれそうな勢いなんやね。大谷翔平と中日ドラゴンズの熾烈な争い、などの声が上がっている。何時に読されすぎだよ。ここ見て記事書くくらいなら何も書かない方がマシだよ。何時を見て記事を書いたら給料がもらえる仕事。バンテリンは広いしゃあない。ビジガーでも打てないからこうなってるんやで。パンチオッツ、大谷ならバンテリンが広いとか関係ないから。5月くらいに中日ホームラン出るようになったとか言われてたけど実際はそっからあんま増えてないんか。こういう点で投げ買ったぐらいやね。相手が村上から大谷にパワーアップしてるやん。中日も成長したな。中日ドラゴンズと大谷翔平トレードできそうやな。阪神も大差ないという事実。